すくすく寸分はみんなで作る小さな子育て新聞だよ。子育てサークルの情報を PR して仲間を集めることができるんじゃ。楽しい子育てエピソードも投稿してね。歌やアニメになるんよ。行政からの子育て支援情報もいっぱいやで。それではすくすく寸分いってみよう。はい、ハミチュー、元ハウスアズバンドの DJ グーミーです。今日のすくすくはイクメンがたくさん登場するです。なので僕もイクメンに変身するたい。おー、本気出したらこんなこともできっとです。さて、ここでは皆さんから集まった子育てサークル情報をお知らせするです。画面出てくる情報の中から参加したいってサークルがあったら直接連絡してみてください。私のサークルもこの番組で PR したいなんて人がおったらこっちから申し込んでね。さて、サークル情報が流れとる間、この画面でも一緒に楽しんでね。まずはあるあるおこごと満載の歌アニメ子育てブルースから Here we go time。子育てサークルさん、手を挙げて。はい。いろんな状況で頑張ってるママやパパに伝えたい。身近にあなたに合った子育てサークルがあるよって。そこで地域の子育てサークルの皆さん、情報をお寄せください。テレビで僕らが紹介するよ。ご連絡はメールでもお電話でも OK。 子育てサークルおすすめしましょう。子育て感服。阿酱阿酱。子育て感服。阿酱阿酱。家长大事。发了大的告诉你。テレビで大好きを宣言しよう。出てくれる子大募集。グーミーさんもええけど、他のイクメンはまだなんかな。またまた、元ハウスハズバンドの DJ グーミーです。行政からの子育て支援ニュースをこちらの画面でお知らせするです。いやー、それにしても子育てば支援してくれるところがいろいろあるとですね。僕がハウスハズバンドしとる時もこげんと知っとったら助かったやろね。さて、お知らせをチェックしながらこっちの画面でも楽しんでね。次はお母さんたちから反響も出ている嫁姑バッティングセンターです。
今日の玉はトゲントが出るとやろう。それではヒアウィーゴータイ。投げっぱなし、打ちっぱなし、嫁しゅうとめバッティングセンター。ピッチャーしゅうとめ振りかぶって第3球投げました。このお弁当冷凍食品じゃないのはどれ？内角高め、主婦の命を置かずに真っ向からの勝負球ですね。あらお母様、解凍したらもう冷凍食品じゃないわ。詰まりながらもライト前ヒット。イケてる育児パパ発見、イクメンウォッチ。今日のイクメンはまさしパパ。イクメンパラダイス見つけた、見つけた、まさしパパ。どんなにイクメンだったって惚れちゃダメよそのパパ。おみおつけの香りがして、お母さんの小言聞くふりして、ふふして混ぜてすする。今日もこうして靴履いて、自転車乗って通学路走って、間に合ってセーフとかって言えるのはお母さんがいるから。今朝は台所の奥でお父さんが卵焼いてる。風でしんどいお母さんの代わりにあたふたしてる。お母さん今さっき思い出したよ、叱られた10歳の夜、目を覚ましたら泣いてるお母さんの顔がすぐそばにあったこと。お父さんいつものように椅子に座って新聞読んでて。すくすくすんぶいかがでしたか？子育てサークル情報、それから子育てエピソードの面白ネタを皆さんから集めて番組にしていきますよ。どしどしお寄せください。投稿はこちらから。それでは次回もお楽しみに。